じゃあですね、次、山形一成ですか。山形一成いきましょうか。山形一成くんなんですけれども、山形一成くんはですね、まだ芸大に、の博士課程にいるのかな、まだ、と思いますね。30ぐらいですかね、30ちょっとぐらいかな、山形くん、の作家だと思います。ごめんなさい、ちょっと年齢わかんなくなっちゃったけど、山形一成って、一生と書いて一成という、作家ですね。タブギャラリー、阿佐ヶ谷のタブギャラリーで、展示してますね。Fasten your seat belt ですから、シートベルトをお締めくださいってやつですね。飛行機ですね。で、まあ、彼はすげえです。すごいです。ごめんなさい。で、僕ね、ちょっと昼間行ったんで、画像がかなり悪いです。光がすごく入るところなので、ちょっとね、映像作品と写真作、映像作品が基本メインで、一つ、まあまあ、写真、それを元にした、写真作品があるという映像なんですけども、ちょっとね、作品がちょっと見づらいんですよ。なので、申し訳ない、すごく申し訳ないんですが、ですね、すべて CG です。例えばですね、こういうの。水。これね、水のペットボトルね、こういうのも全部 CG なのよね。異常な、だからね、なんかすごいね、だから山形くんのその作る映像全部 CG なんだけど、ものすごいノスタルジックなんですよ。異常なまでのノスタルジーがあるわけ。つまりね、ノスタルジーって 100% 加工なんだね、っていうことがよくわかるわけ。 100% 加工なんですよ。あれね、まあまあ記憶じゃない、結局は。記憶ってデータだから。で、それがね、ものすげえよくわかってるんだよな、こいつ。で、でね、そのノスタルジーをね、うまく利用するんですよ。ものすごくうまく利用する。うん。そういう作家ですね。ものすごく引きつけられますよ。うん、本当に。で、ファスっていうんだから、ね、初めはまあ飛行機の場面から始まるんですね。で、ごめんなさいね、これ映っちゃってるんで、これ飛行機の場面なんですね。で、飛行機のここに窓があるんですよ。ここに窓があるんだけど、この窓から見えているね、この懐かしい景色。懐かしいね。この懐かしい景色なんだろうって思うわけですよ。これなんだと思います？これなんかいろんな自然がありますよね。なんか結構壮大な自然じゃないですか。白い雪が山、雪の山。これ雲かね。これも山っぽいです。あ、これ違うな。ね。その前にごめんなさいね。これパスポートをやり取りするっていう場面が出たりするんだけどね。これ一番わかりやすい。これアップルのね、Mac の、デスクトップ。Mac のデスクトップの画像なのよ。Mac のデスクトップの画像ね、今なんか途中から全部自然の名前がつくような、場所の名前がつくようになったじゃないですか。寄せ見てとか。で、そういうところの画像が向こうに見えてるの。そこを飛ぶわけ。ブー。その中を飛んでいくわけ。これが懐かしさのノスタルジーなんだよ。すげえってなるわけね。まあまあそういうことになるわけですね。で、まあまあシートベルトみたいなのがあるシートでね、これね、これ反射です。これ反射です。で、ここに座ってみるんです。これがこっち側にあるのね。反対側にこっちから見えるようになってて、こういうふうに、これがこう映ってるのが、これがあれですからね、なんていうの、座ってみる方ね。ごめんなさい。まあまあそういう風になってるんですね。で、これもね、バスケットボールね、こんなもんね、日本にはないんだよ。日本にはないんだけど、でもさ、パーンとこうピュッて打つじゃん、ね。バスケットボールもっと僕欲しいんだよね。俺バスケ結構好きなんですけどね、本当は。バスケしたいな。なんかもっと近くにバスケットボール作ってほしいよな。バスケってボールだけあればできるじゃないですか。で、やっぱサッカーは結構広い土地がいるから、東京じゃ難しいかもしれないけど、バスケってゴールさえ作ってやれば、あれ結構ボールそんなに飛んだりとかしないから、危なくないと思うんですよね、僕あれ。柵だけ作ってやればいいから。だから、バスケ俺いいと思うんだよな、日本って。普及すると思うんですけどね。あんまりでかい、だから半面でいいんですよ、半面。全面作ったらでかいから、半面だけでいいんですよ。3-on-3 みたいなのができればいいから。で、それね、どんどん普及して、まあいいや。だけど、これね、シュッて打つじゃん。で、リングのところにね、こう、くるーんくるーんくるーんっていって、このリングの上を球が回り続けるの。
でクルンクルンクルンってなってるうちに夜中になって、でスパーンと落ちるんだよね。記憶がパーンと飛ぶわけ。それもなんか記憶のあり方にものすごい似てるでしょ。どこかまではものすごいはっきりあるんだけど、バーンと切れて、その後またパッとこうある違うところに移っていくみたいな、そういうね記憶のね、あのね、こう不確かさとものすごい鮮明なところみたいな。でもそれね、それもノスタルジーだと思うけどね、あの記憶ってノスタルジーで、そういうものがねものすごい分かってる、ものすごい来るのよね。でこれはアップルの、Mac のこのデスクトップに戻るんだけど、最近こう全部ね初期化しちゃったんだって言うんだよね。あ、まあこれついに全部クリアしたんだ。でクリアっていうのがね2つの意味があってね、あのゲームをクリアしたっていう意味と、そのあのなんていうの、データを全部クリアにしたっていうことね、初期化したっていうこと、はい、でセーブデータを読み込んでみたら最後の時、まあだからこれ世界のことじゃない、全部なか世界の、を作ったこととか全部なかったことになっていて、まあそういうものかって思ったんだけど、新しく行けるところはもう何もないって気づいて、もうこれで終わりなんだって、全部見ちゃったんだなって、で終わるけど、で全部見ちゃってるんですよ、わかる？飛行機に乗ってな。でもそれ見たのはなんだ、デスクトップなんだよ、デスクトップなんだよ、デスクトップの自然なんだよ、全部見ちゃったんだよ。でももちろんそこでは終わらないみたいな感じですけど、はい、パスポートのやり取りします。あれ、これまた元に戻ってきちゃった、ちょっと待ってね。はい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 。でね、これね、データを読み込むんだね、こうやって。これね、データを読み込むんですね。これもなんかね、えらい凝ったね、なんか CG なんですよ。ウィンウィン、ウィン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 、滑らかに動くんだけどね。これの中にどうやらデータが入ってるらしい。で、このマーク何か分からなかったけど、すごく気になった、僕。これがなんか、まあ、あれです。SD カードみたいなもんですね、要するに。で、中に入れるって読み込んで、クルーンとかって回ったりして。で、まあ、これがなんか、これなんか CM みたいになってたのかな、よくわかんないけど、これね、ディスプレイに映され、し出されてたみたいな。物語があるけどね、ちょっと物語が全部読めるわけじゃないのよね。あ、で、これで大体終わりなのか。これでこう手握ってんだよね。これを、このパスポートのこのやり取りをするところからギュッと手を入れて、手をこう握り合ってんの。っていう。まあ、こいつはすげえやつですよ。はい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 。まあそういうことですね。はい、で、まあこれも全部 CG ですね。生き物とかね。彼生き物育てるのが好きだね。iPhone。好きなのかな？よくわかんないけど。iPhone。これはここの写真ですね。ここの写真と合わせてるんですね。そういう作品ですね。まあ映像ですね。でもやっぱりね、メインはね、映像作品だから全部見ちゃったっていうふうに言うんだよね。いやー、なんかね、でね、僕ね、山形くんもね、あのデータ上げてほしいんだよね。あのデータどっかに上げてほしいんだよ。というのが、山形くんね、全部のシークエンスがなんか意味あるでしょ。だからすごく意味を、そのぶつ切りなんだけど積み上げてるっていうタイプの作家で、その一つ一つのシークエンスをすごく呼び込んでいかなきゃいけないタイプの作家だから、一回見ただけじゃよくわかんないんだよね。あの解釈に異常に時間がかかるんですよ。あのペースでは読み込めない作品にしてるのよね。それもちろんわざとなんだろうけど、いいんだよ。だからわざとは、一回目はいいんだよ、それで。だから感覚的にバンと来るからいいんだけど、それが山形君の強さなんだけど、でもやっぱりね、もう次に入るのがね、やっぱものすごいね、こうハードルが高いのよ。あの記憶するにはあまりにもちょっとこう変わった映像だから、慣れてない映像だから、不慣れない映像だからね。だからそのですっごいディテールまでやってるし、こだわってるのは分かるし、だからディテールが見たいんですよ。でもディテールを見るにはあまりにも時間がないんですよそうだから2時間3時間見るわけじゃないからね。多分それぐらい必要なんですよね、彼のその10分の作品を見るのに。だからもう 僕はね、その映像を、まあ、変えよっていうのかもしれないけど、全部でね、全部作品買うわけにいかないからね。だからどっか上げてほしいなと思ってる、なんか。でもね、彼は本当にすごいんですよ。
芸大の中でもね、すごく、リスペクトされてる作家の一人だとは思うんだけど、作家にもリスペクトされてる作家の一人なんだけどね。彼は本当にいいやつだからね。頭もいいしね。で、彼も実は岡山なんだよ。で、生まれはね。生まれ岡山ね。お父さんお母さん出身岡山なんだよね。育ちはこっちだけど、埼玉かどっかだと思うけど。彼はね、本当にいい作家ですよ。ただなかなかね、社交とかはあんまりしない人なんで、そんなに一気に有名になるということはないのかもしれないけど、あまりにも新しいことをやってますよね。で、これね、国際的に見たら行くと思いますよ。で、やっぱり海外の作家の本当の最先端のところ、だから E フラックスに関係しているような人たちですよね。あの辺にすごい受けると思う。ので、ベルリンビエンナーレ出てた人たちとかね、ああいう中にもう入って、もうすごく自然にもう入れるし、彼らの中でも本当にトップのアーティストになれると思うから、僕はそういう場でね、芸大のね、博士課程終わったらね、またね、そういう場で活躍すると思いますんでね、ぜひ、古典とかやったことないんじゃないかな、もしかしたら。初古典かもしれないですよね、山形君。ので、ぜひ、もう終わりかな。すぐ終わるかもしれないんで、今年中で終わりですね、そういえば。なんで、ぜひ見に行ってください。はい。ということで、山形一世。山形一世と呼びますね、これ。山形一世。Fasten your seat belt. タブーギャラリーでした。はい、以上になります。はい。ありがとうございました。はい。よろしければね、ぜひ、皆さん、いいねと、いいねボタンと、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。